にちは、嵐丸と申します。今日は新宿の生地屋さんからお届けしたいと思います。というのも、アメリカ・オクラホマの友人、ロイド・プリンス、彼が作っているTwangcasterというテレキャスターのために、日本向けのギターの生地を探しに来ました。今日はまず一つ目。こんなんですね。かっこいいじゃないですか。色違い。これはかっこいいね。これは何模様って言うんだっけ。ねぶた。ねぶた模様ですね。どうですか。かっこいいでしょ。もう一つは桜。これもかっこいいです。シックな感じで。今回はこの3つでかっこいいギターを作ってみたいと思います。